僕のプレミアライフはイギリスの小説家ニック・ホーオンビーの自伝的小説スポーツエッセイ。ホーオンビーの諸女作で1992年に出版された。イングランドプレミアリーグに属するサッカークラブアーセナル FC の熱烈なサポーターである著者がサッカー観戦と切り離せない自らの個人史とイギリスのサッカー事情を描く。 イギリスでは100万部を超すベストセラーとなった。日本語役版は、ホーンビーの第二作、ハイフィデリティに遅れ、2000年に森田義信役で出版された。本作を原作として、日本の映画が制作された。1997年に、イギリスで制作された、僕のプレミアライフフィーバーピッチ。2005年に、アメリカ合衆国で制作された、2番目のキスである。 2番目のキスでは舞台をアメリカのボストンに移し題材となるプロスポーツも野球に置き換えている。ありがとうございます。